中村孝子さんはテルミンの名手で、岡山ではもう講師をしているクラスです。あのテルミンとアトルミンというマトリョシカのテルミン、それではあのギネスブックにね登録されているぐらいいろんな活躍しています。中村さん一つよろしくお願いします。
いいですか。今から100年前に、作られたテルミンという世界で最初の電子楽器です。で、最大の特徴はさっきご覧いただいたように触らずに演奏するというのが特徴で、普通は、ね、楽器は接触することで音を出して演奏するんですけれども、テルミンは音を出すのは電気の力 で、ここの周りに電波が出てて、そこにここのアンテナが音の高さですね。手を近づけると高くなって、遠ざけると低くなる。でこちらのアンテナは音のボリュームで、手を近づけていると音が消えてるんですけど、離すと大きくなるという感じで演奏しております。はい、わかりましたか。まあ、この楽器の人自体がもう少ないので、かなり貴重な、コラージュする人もテルミンする人も貴重ということで、無形文化財に指定したいと思います。では次の曲お願いいたします。
が青く光るの、それは僕らの夢見た。理科教室があるから、クレパラートの上で紫つゆくさは微笑んだ。あんなに夜が明るく輝くのも、それは僕らの夢みたい。理科教室があるから、ネオン灯の上でモールス信号機は星にしゃべる。それが高く歌い、虹が遥か飛べば、蜃気楼と熊十福祉、どれもこれもみんな。どうもありがとう。